はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではバイオハザード7続きをやっていきましょう。クランクを手に入れたので先へ進んでいきたいんですけれども、ちょっとその前にアイテムをまた整理しましょうか。で、クランクはもちろん持ってくるでしょう。薬液はいらない。精神刺激薬も、まあ、とりあえずはいらないと。で、また薬液か。今薬液何個ある？そうするとまたちょっと相当して1,2,3,4,5 か。結局これなんだよね、バーナーの燃料。これがね、ちょっとすぐねなくなっちゃうからね、少し多めに持っていきたいというのもあるんだけど、固形燃料がいかんせんあと1個しかないか。固形燃料はね、なんかグレネードランチャー用の弾も作れるからね、それはそれで取っておきたい気はするんだけど、まあとりあえずはこれでいきますか。で、まあちょっと減ってそうな感じはするけど、まあいいか、緑なんで。で、クランクを手に入れたから先の方へ進みたいは進みたいんだけど、マーガレットがねいるんで、ちょっとそこは警戒しながら行きましょう。そうか、これを早速排除しないといけないのか。なるべく、おっと、うわ、だいぶ使ったな。マックスで150か。なんかマーガレットが出てきた時のためにショットガンにしておいて。あ、いる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 、待って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 、逃げる逃げる逃げる、待って、見つかる見つかる、ちょっと待って待って、すっげえギリギリ、すっげえギリギリ、てか絶対見つかったでしょ、知らん見え、絶対来た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 。要はこっちまで、こっちまで来るか来るか来るか、ちょっと待って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 、怖え、待ち怖え。いや、後ろちょっとね、振り返りたかったんだけど、そんな余裕はなくて、一気にダッシュしたけど、ま、さすがにここまでは来ないか。こっちのテラスの、テラスっていうかどうかわかんないけど、こっちまでは出てこないね。いやー。いないよね。よし。いや、怖いわ。超怖い。いけないんだけど、また。またいけない病になってるよ。ほんとこいつらストーカー一家だよな。来ないかな、来ないかなってなんかさ、願望みたいだよね。来る来るね、これ。ちょっとぶっ倒す？来い。ようやく俺のショットガン。あれ私のものだよ。何？蜂を仕向けてくるのか、この。何？一石二鳥。ちょっと待って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 。おら。おら。おおおお。なんだこいつは、蜂を差し向けてくるだけだな。突っ込むしかない。お前も焼き尽くしてやるぜ、マーガレット。おら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 。ですけど、なくなる。え？強くね？ほら、俺はもうショットガン。ほら、ほら、ほら。強すぎるんだけど、何こいつ。え？倒した？反抗期とか。ちょっとよくわかんないけど、バーナー使い果たしたよ、これ。え？マーガレットどこ行った？燃えた？じゃあ、なんか、また来ても嫌だからな、先へ進もう。何が何だか分かんないけど何が何だか分かんないけど、あ、はまたいるね。こういうのはナイフで、あれ、節約して倒そう。あ、まだいる。もうこことかで襲われたら一貫の終わりだな。蜂ほんと邪魔。よし、 OK。 ちょいちょい湧くね。いやー、ガスバーナーもうない、マジでない。てかマーガレットがどうなったんだか分かんないんだけど、おっさんはさ、一応倒したら一旦ぶっ倒れてたじゃん。そういう形跡もなかったからな。
56か。蜂を1グループ消去できるかどうかっていうところだよね。でこれは回復薬か。まあさっきね回復薬使っちゃったからね、完全にゴリ押ししたな。あ、なんかすっげー怪しいのがあるんだけど。うおー、宝箱だーみたいな感じでさ、てか便器の中にもなんかあるし、一応閉めておこう。鍵とか閉めらんないのかな、狭くね、ここ。え、何があんのこれ。あ、カラスの鍵か。なるほどなるほど。すげえ嫌な鍵だなこれ。あとここにもなんかって、あ、いいねバーナー。あ、でここはアンティークコイン。ここトイレ。ここトイレか。トイレが離れにあるっていうのもちょっとね怖いんだよね。本当はさ、田舎のさ、いやこういうと、まあ、別にディスってるわけじゃないけど、田舎の家とかってトイレが離れにあったりするじゃないですか。うちのね、あの父方のいわゆるばあちゃん家もそうで、一回ね外に出てトイレに行かなきゃいけないんですよ。それがね夜怖くてね、やっぱり。で最近はなんか、増築みたいなのをして、なんか廊下を作ったんですよ。要はトイレとその家が直結してるような感じで、それでも結局ね廊下を渡ってトイレに行かないといけないんで、それがまたね怖くてね。で子供の時はもうトイレまで行けなくて、あの要は外に出てタッションしてましたね。でカラスの鍵をゲットしてアンティークコイン、アンティークコインはちょっと置きたいね。やっぱりこの2つがアイテムを圧迫するけど、またなんか虫の音がして、マーガレットとかどうなってんの今。なんか普通にまた来そうだけどね、ウヘウヘウヘとか言いながら。でなんか重要アイテムをとりあえず手に入れたんで、例によってセーブに行きましょう。絶対死んでないからねマーガレットとか。じゃあ一旦セーブをします。はい、じゃあセーブが終わったので、またちょっとアイテムを、整理していきましょう。まずアンティークコインは一旦預けておくでしょう。クランクいつ使うかわからないからね、とりあえず持っておくのは持っておこう。でカラスの鍵は必要だから、で回復薬も必要でしょ。バーナー手に入れて、よしこれでいくか。ハンドガンの弾を全然使ってないな。でまたこのマーガレットに怯えながらさ進まなきゃいけないのか。一応ルートだけ確保しておこう。あっちからはいけないからここだな。でこっちだっけ、もういいや、直に進んでいこう。こういうのはね一気に突破するに限る。もうささささっとささささっと行きましょう。ささささっと、よし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 、 OK 大丈夫だね。あっ、そう、ここら辺って調べたっけ。あんまり調べてない気がする。あるね、ハーブ。ハーブはもう使っちゃおう。あとはちょっとねよく見ないといけないんで、アイテム、あったあったあったね、固形燃料、よし OK。 最初にね訪れた時はねやっぱり怖くてねあんまりね調べらんないんですけど、落ち着いてくるとやっぱ後で調べられる状況になってくるんで、じゃあ OK かな。よし、ちょっと待ってね、ほんと周りクリアリング OK。 じゃあ鍵を使いますか。うわー、ちょっと待て待て、いつ来た。お、ない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 、待って、また落とされてんだ。どういう状況。うわー、あそこに落とされたか。あーだろう、おバカのおちびちゃん、本気でやってやろうじゃないか。何、本気になったか。じゃあこれはまずガス穴。あんたはこの穴で死ぬんだ、死んそこ嬉しいだろう。嬉しくはないけど、どうせやねんこれ。あんたとゾイが何か企んでることは知ってるんだ。
よし、登って。登って大丈夫なの？いや、無理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 。何これ？とりあえず、ガス罠。ガス罠がない。早く、早く。うお、補充できねえんだけど。ほら。ちょっと待って待って待って。って、固形燃料っていうか。え、なんだよ、これ。おら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 。どうしたらいいんだ？とりあえず、待って、こいつは邪魔だから。てかもうマジないんだけど、こっから狙おう。邪魔だ。いけない子だね。待って待って待って、また絶対来るよ。これもいいや、ちょっとあの蜂は。いて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 、てなこの野郎。当たってんの本当に。当たった。マウントポジションを取った。あれ倒した。いやこいつマジでわからんわ。あ、でも拳銃の弾だいぶ使っちゃったけど、ショットガン使わなくてよかったね。それは助かったな。ただ固形燃料固形燃料ってガスバーナーのあれが全くないんだけど、てかさ、一旦体力回復させるか。え、どうする、このまま進んじゃう。なんか戻るのもまた怖えな。え、マーガレット、これ死んだの。いや絶対まだ生きてるよ。さっきもじゃあ溶けたってことか。これ札あったっけ。ゾイエ、また2階に忍び込もうとしたわね。私が気づいてないとでも思った。エブリンがあんなことになったっていうのに、あんたは妙な薬のことばっかり。手癖の悪いお前のこと、どうせ私の祭壇でもあさる気だったんでしょう。私の神聖な祭壇は誰にも触らせはしない。だいたいお前は私やジャックをバカにしているんでしょう。出来損ないのくせに、これ点がないから超読みにくいんだけど、出来損ないのくせになんてひどい子なんだろう。お前なんて産むんじゃなかった。許さない。出来損ないのくせにいつもいつも親を見下してこの家を捨てるつもりなんでしょう。出来損ないのくせに、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 出来損ないのくせに。でもし祭壇に触ったらお前の胸を切り落として夕食のステーキにしてあげる。やっぱ句読点はねちゃんとつけようね。読みづらいから。ようやくこれ鍵開けられんな。カラスの鍵ってもう一個あったよね。どこだったっけ。大体なんか2箇所くらい同じ鍵で開けられるところがあるんだけど、またアイテムがあるね。何これ、なんか、ま、あ、電話がある。一個ずつ調べていくか。これは特に何も入ってはない。え、ちょっと待って、マジなんだよここ。地図、あー祭壇って書いてある。え、どっちに行ける。あ、こっちに行けるのか。暗、あー、でこれ調べたからここか。あとはん、なんて書いてある。え、なにこれ、え、なにこれ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 。え、あ、なんか書いてあるよ。資料、生体の結成について、あ、片体なんて言うんだろう。まあ、いや、とりあえず結成について。以下の何とかをことで結成を生成が可能である。 1D 型被検体脳神経、 2D 型被検体末梢神経。多分これだ。いや、これをどうすんだよ。いや、これだって言うけどさ、え、これどうすんの。え、なになになに、取れないんだけど。アイテム欄とかだって別に普通だよね。結成を作る、結成の素材を見つける。あ、素材を見つけなきゃいけないのね。なんだっけ素材。 1D 型被検体脳神経、 2D 型被検体マッシュ。そんなもんどうやって見つけんだよ。でこっちちょっとまた暗すぎてね、わからん。ただ何にもなさそうではある。もうこういうとこにね、アイテムがもし落っこってたら、ちょっと、もう完全に見つけられないな。おお、びっくりした。ああ、タイミングのいいとこでまた電話かかってくんね。
だってさ、ここでかけたらさ、さっきのさタイミングだとさ、マーガレットに気づかれるよね。まあ、倒したからいいんだけど。え、なに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 、え、なんだよ、やばい、やばいことになってる。え、なに今の電話、なんでそんな嫌がらせすんの。え、ゾイ、ゾイが電話してきしたけど怖がらせるために無言。え、なんだよ、ちょやめてよそういうの。ちょっと先へ行きますか。ハンドガンって10発か、10発と予備弾7。またショットガンがあるから、ん、ちょ待って、ほんと暗い。あれ、いけない。あ、いける、こっちに行ける、こっちか。なんだよこれ、いや意味わからん。え、何これ、特にない、趣味的なもの。てかもうさ、祭壇っていうだけでさ、絶対嫌なことやってるよね。絶対ろくでもねえことやってるよ。え、なんだよ、またなんか落としたけどさ。いや、声か、ちょっとショットガンにしよう。このろうそくとかさ、なんずっとついてんの。ろうが溶けないろうそくだよ、これ。あ、なんかある。10月11日、一日中ひどい耳鳴り、夜も眠れない。あの子が来てるからだ。ゾイの言う通り、あの子はどこかおかしい。一緒に来た女も。10月15、幻覚幻聴、吐き気が止まらない。町の医者に行ったらレントゲンを取られた。どうなってんの。10月23、あの子がプレゼントをくれた。10月不明、2階の一番奥、プレゼントは秘密の部屋に、誰にも渡さない。あの腕はあの子の信頼の印、私たちを幸福に導いてくれる。この幸せを汚す者は誰も生かしてはおかない。はあ、なるほど、あの子だね。だからポイントはあの子に何かの原因がある。ハンドガンの弾をとりあえずゲットして、でこの人形はマジでよくわかんないから、でこっちへ進んでいけばいいの。うーん、うっ、何、なんか今なんか来たよね。あ、なんかと、なんかいる、ん、え、虫、あ、虫がいるね。ああ、なんか明かりがある。すっげえ怪しいんだけど、あの明かりなんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、なんかある、なんか何あれ、どうなってんの本当に。ちょっとこっちから開けてこう、アンティックコイン。この虫とかってあの虫じゃない、特に害はないか。ここら辺とかこういうとこも見ておかないと。まあ調べてみますか。何これ、天秤と扉は連動しているようだ。なんでそんなことがわかるんだよ。ああ、なんかここに吊るさないとダメなんだね。そうするとこれか、これに見合うものを探しに行くと。結成の素材を見つける。休館2階最奥で腕を見つける。なるほど、信頼の証っていうのがあれだから、この奥に行かないといけないと。ただその奥に行くためにはこの扉を開けないといけない。でその扉を開けるためには休館2階のランタンの仕掛けを解く。こっちは開かないよね多分。それ開かないよ、開かない、ここも関係ない。どうすんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ん、あとどこ、どうなってんだ。おお、びっくりした、また、また電話、さっきの電話何だったの。どう、血清は見つかった。お前の母親と虫に襲われたんだぞ、なんで言ってくれなかった。悪かったね。で、血清は。何笑ってんだよ、こいつ。でも作る材料なら分かった。D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭なら持ってたと思う。本当か。でも腕の方は分からない。
旧館は全部調べた？いや、まだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ、探してみて。見つけたらトレーラーで会おう。いや、2階探してんだけどさ、全然わかんないよ。え？ 2 階を探してみて、今2階だよね。てかさ、こいつなんで言ってくんなかったんだ。えへへじゃねえよ、マジで。なんだよ、えへへって。こいつ死ぬとこだったんだよ。もうマジびっくりしたから。こういうところとか。ってことはまあ別に2階を調べりゃいいんだよね。やっぱそうするとさっきの祭壇っていうか、ここが怪しいよな。で、この人形だいぶ怪しいけど、よくわからん。あと、あ、そうそうそう。これで、2階の一番奥に、あ、腕だよね。そうそう、腕があるって書いてあって、じゃあそれをどうすりゃいいんだよっていう話なんだよ、ただ。これは何？いやー。わからんね。で、ちょっとこっちへ行くか、また。おもりだよ、これ。え、何？クランクとか。ん？固形燃料だしね、これ。鍵。で、クランクはもう絶対関係ないでしょ。ここでは使えない。ランタンだよな。ランタンってでもさ、マーガレットが持ってたよね。でも、マーガレット溶けちゃったからね。で、ここ、アンティークコインが貼ってたとこでしょ。え、とりあえずちょっとここからは出てみる。いや、もうここら辺は調べたから、絶対なんかまたマーガレットいそうだよ。やだな、こいつさ、ここに隠れてた。ここにさ、こうやって隠れてたのかね。できた瞬間、わーって、この横から出てくるのがね、一番怖い。ミアの時もそうだったんだけど、横からわーって出てくるのがね、ほんとビビる。え？なに？なに？なに？なんかめっちゃ落としたよ。え？来た、来た、来た。なんだ？ん？ん？マーガレット？どこ？どこ？え、どこ？今マーガレットの声したよね。ここ降りたくないよ、マジで。え？え、どこ行った？え、なになになに？え、この下降りなきゃダメ？いや、でも何にもないよね。いや、もさっきしかもさ、落としてさ、マーガレット、うへーみたいなこと、絶対言ってたよ。いや、なんだよ、ちょっと。目的もう一回見よう。特にわからん。降りてみる？やだな、降りられんの、そもそも。降りられるわ。降りた瞬間さ、なんかさ、あ、なに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 、え、こっち行けんの？今のは何だ？何かあるな。なんだよ、すげえ嫌なんだけど。何これ。え、ここ？しかもさ、絶対さっきのさ、マーガレットだよね。やっぱ生きてるわ。溶けてなくなったのにさ、どうやって復活したんだよ。え、なに、ちょっと待って待って待って。え、なにこれ、え、これどこ。あ、ここだ、ここだ。あ、ちょっと待って、これトレーラーハウス行けんじゃん、こっちから。え、そこ怖いからさ、まず一回逃げ込もう。あ、よし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 、通じた通じた。ちょっと、え、いける？あ、いけるいけるいける、やった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 。
ちょっとトレーラーハウスで一回逃げ込もう。ほん、怖いから。ちょっとトレーラーハウスでセーブをして、次回やろう。いやー。あー、ここ超落ち着く。で、出て、これ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 。いやー、マジ落ち着くわー。おー、いいねー。落ち着く落ち着く。というところで、じゃあ次回はさっき出た中庭のところですね。お先を探索していきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ、幸いです。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとこんな感じになってましたね。